康福祉学群精神保健福祉専修実践心理コースの千葉芽衣です。公認心理師を目指していて、そのカリキュラムが整っていることと、あとは自分の専攻した学問以外の学問も幅広く学べるということで桜美林大学を志望しました。授業の数が多くて幅広く知識や教養を身につけられるというイメージがありました。私健康福祉学群なんですけど、リベラルアーツ学群の授業もたくさん履修できたりして、それを実感しています。英語や心理学の勉強をしていて、あとはここで学生をサポートする活動をしています。ここにあるこのハンドブックっていう新しく入ってきた1年生に学生生活について紹介する本冊子を作ったりとか、あとは授業をどのように履修したらいいかとかっていった相談にも対応しています。このハンドブックを読んで、すごく役に立ちましたって言ってくれる後輩が行った時には、やっていてよかったなと思います。海外研修とかボランティアの行き先の選択肢もすごく豊富なので、同志もたくさんいて、同学外のフィールドに迷うことなくチャレンジできました。2週間カンボジアの方に行って、現地の個人にいる子どもたちと一緒に遊んだりとか、活動を3日間ぐらい訪問して共にしたりということをしました。公認心理師になりたいという夢を叶えるために桜美林大学の大学院に進学したいと考えています。また授業を履修していく中で、さまざまな他の資格も取れるので、そういった授業も履修しているところです。公認心理師として自分だけでなくて、他の人も日々を幸せと感じられるような社会を作っていきたいなと思っています。本当に公認心理師は働ける領域がすごく広くて、まだ決まってはいないんですけれども、今は結構自分の悩みだったり困っていることを言えないっていう人が多いかなっていうふうに思うので、そういった人の言葉や思いを うまく引き出していきたいなと。さまざまな経験を通して自分にもできることがあるっていうことがすごく分かったので、桜美林大学では自分に自信を持つ機会を持てるんじゃないかなと思います。自分も人も咲かせる未来を。